はい、どうも、セムでーす。グーさんでーす。はい、ですね、いつやった肉味噌、4月、4月じゃあ3月ぐらいかな。3月ぐらいですね、はい、肉味噌企画を1回やったんですけど、なかなかの好評やったのと、やっぱりその肉味気取り屋の肉味噌をもっといろんな人に食べてもらいたいっていうことで、肉味噌企画を第2弾やりましょう。イエーイ。ちょっとね、ごめんなさい、今ちょっとバタバタしてて、いつそのやるかどうかはちょっとツイッターでまた告知します。はい、はい、前回が50名やったんで、今回どうしよう、減らそうか増やす、いや増や、50名でもうめっちゃ高かったよ、ほんまに。あの発想がやばかった、マジで。あの一軒一軒違うっていうのがあって、俺、3回4回ぐらいに分けたよな。そうだ、ね、あと黒猫山田さんのその入れ物がなくて、何日後にまた来てくださいっていう感じで、あの黒猫ヤマトに多分 4,5 回行ったと思うんですけど、その 4,5 回行って大体1時間ぐらいかかるという。まああのでも喜んでもらえたらね、その黒も、いやそうですね、うん、普通の黒もっていうか、全然あのもう嘘ついた人がいっぱいいますから。まあ確かにいっぱい出てますから、うん、いやその中でもガチですか、リアルで、うん、そうやね、お届けしてるんで、はい、ちょっと今回はだから前回よりもさらにグレードアップしたあの肉味噌をプレゼントできると思います。はい、前回がそのあれちょっと濃かったね、だいぶ。あ、うん、で今だから店内と同じ状態になってるんで、あの楽しみにしておいてください。はい、いつするかはあのツイッターで告知します。はい。はい、ぜひツイッターもちゃんと登録してもらって、はい、ツイッターのフォローもお願いします。気取り屋専務で出てきますので。チェックしておいてください。はい。あと、チャンネル登録も、毎日徐々に増えていってますんで、はい、よろしくお願いします。はい。はい、1000人も越しましたんで、はい。もうすぐですよ。1万人もすぐ。いやいや、まだまだよ。めっちゃ時間かかったんで、でも、よく考えたらあれや。まあ、話が変わるんですけど、まあ1年経ってなくて、もう1000人やると十分やな。いや、十分っていうのはありがたいぐらいですね。うん、いや、ありがたいです、ほんまに。いつもありがとうございます。いや、僕も大きい壁と言われてるんで。そうやな。はい。確かに。よくお書いてあかんな。よく、はい。はい、それでは今日は肉味噌企画の告知でした。はい。はい、楽しみにしておいてください。はい。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。はい。